分離氷理。数学の位相空間論周辺分野において考えたい種類の位相空間を割り出すための様々な制約条件が知られている。そういった制約のうちのいくつかが分離氷理、分離氷理と呼ばれる条件によって与えられる。にちなんで、チホノフの分離氷理とも呼ばれる。分離氷理が氷理であるのは位相空間に関する概念を定義するときに これらの条件を余分な行為として追加して、位相空間がどのようなものかによって、より制限された概念を得るという意味を置いてのみである。現代的なアプローチでは、きっぱりと位相空間をしてしまってから、位相空間の種類について述べるという形になっているが、分離行為の後が定着している。いくつかの分離行為に t がつくのは、 分離氷を意味するドイツ語のトレンザ先シームに由来する。分離氷に関する用語の正確な意味は時とともに変化してきた。特に古い文献を参照する際にはそこで述べられているそれぞれの条件の定義が自分がそうだと思っている語の意味と一致しているかどうか確認しておくべきである。分離氷自体の定義をする前に位相空間における分離集合を。 分離点の概念の具体的な意味を与える。分離集合は、次節で定義する、分離空間と同じ意味でない。分離行理は交わりを持たない集合や点を位想的な意味で区別する仕方を述べたものである。位相空間の元に対して、それらが相違なるというだけでは、不十分で、それらがさらに、位想的に識別可能であってほしいし、同様に、位相空間の部分集合が交わりを、 持たないというだけでは不十分で、それらがさらにいろんな意味で分離されることが望まい。主字の分離行為が、あれやこれやと述べるのは、それらの点や集合がある。弱い意味で識別されたり分離されたりすれば、あるより強い意味でも識別されたり分離されたりするということである。点を位相空間とし、点の二点、X、Y が位相的に識別可能とは二点が全く同じ。 金棒系を持たないこと、あるいは同じことだが、同じ回金棒系を持たないことである。これはつまり、2点のうち少なくとも、一方が、他方の金棒とならないような金棒を持つ、あるいは同じことだが、一方を含み他方を含まない、回集合が存在することを言うものである。X と Y とが、位想的に識別可能な点ならば一元集合。X と Y とは必ず交わりを持たない。 2点、X、Y が分離されるとは、2点の各々の一方が、他方の金棒とならない金棒を持つことを言う。これはつまり、2点のいずれの一方も、他方の平包みに属さないということである。より一般に、点の二つの部分集合、A と B とが分離されるとは、各々の一方が、他方の平包みと交わらないことを言う。平包み同士は交わるかもしれない。二点、X、 y が分離されるための必要十分条件は単元集合 x, y が分離されることである。以下、集合同士の間の条件について単元集合を考えることで点同士あるいは点と集合の間の条件として適用することができる。引き続き、部分集合 a と b とが金棒で分離されるとはそれらが交わらない金棒を持つことを言い、 平均棒で分離されるとは、それらが交わりを持たない平均棒を持つことを言う。また、それらが関数で分離されるとは、点から実数直線 R への連続関数 F が存在して、像 F が0に等しく、かつ F が1に等しくできることを言う。最後に、それらが関数でちょうど分離されるとは、点から R への連続関数 F で、現像 F が A に等しく、 かつ、F が B に等しいようなものが存在することを言う。これらの条件は挙げた順に従ってより強い制約になっている。例えば、任意の位相的に識別可能な2点は相違なるし、任意の分離された点は位相的に識別可能である。そして、任意の分離された集合は必ず交わらないし、2つの集合が近傍で分離されるならば分離される。他も同様である。 これらの条件の分離行為に関する以外でのことも含めてより詳しくはお呼びを見よ。ここでの定義は本質的に前説の用語を用いる以下で用いる用語は文献によっては別の意味になっているものが多くあるに説明がある。例えば正規と t の意味が入れ替わっていたり、同様に正則と t が逆だったり、また一つの概念に複数の名称がついている場合もある。 しかし最初に出てきたものが最も曖昧性が小さい。分離行理のほとんどは意味は同じだが、見かけの違う定義の仕方をすることがある。ここで挙げる定義は、前説で定義した主事の分離の概念を用いてある、程度パターンに一貫性を持たせてある。他に、どのような定義の仕方が可能かは、個々の項目に譲る。以下点は、やはり位相空間とし、 関数は連続であるものと仮定する。t 氷は、ある性質に加える。例えば、完全性則 t がチホノフであるようにことが、できるのみならず、ある性質から引く、ハウスドルフ t が r であるようにことが、公明盛大な意味を持って出るという意味で特別である。詳細は、コルモゴロフ賞を見よ。分離氷を与えるとき、このことは、以下の表のような関係性があることを意味する。 この表で、右側の列から左側へ行くには t を要請すれば、よいし、左側の列から右側へ移るには、これもゴロフ賞を取って t の要請を除けばよい。これもゴロフ賞を取れば、常に t 空間になる。t を含むか含まないかという以外にも、分離降理間の関係性が以下の図式で与えられる。この図式では、条件の期 t 番を、斜線の左、 t 番を斜線の右に書いている。文字はそれぞれの用語の省略型で p イコール完全、c イコール完全全部分、n イコール正規、添え字なしの r イコール生息である。黒丸はその場所にあたる空間に特に名前がないことを意味し、一番下の横棒線は何も条件を課さないことを意味する。 二つの性質を合わせるには、図式のそれぞれの枝が交わるところまで上へ追っていけば、良い。例えば、全部分析かつ完全ハウスドルフな空間を考えるなら、それぞれの枝を登って t の欠点へたどり着くはずである。完全ハウスドルフ空間は t だから、全部分析空間の方はどっちかわからないが、斜線の t 側を見ることになるので、 結局全部分正規な完全ハウスドルフ空間は T 空間より曖昧さをなくすならば完全正規ハウスドルフ空間と同じ意味になる。上の図式を見ると正規であるという条件と R であるという条件は合わせて他の性質の元になっていることがわかる。実際この二つを組み合わせると右側の枝の多くの欠点を通り抜けることが切る。 それらの欠点の中で生息性が最も顕著な性質であるので、正規かつ R な空間は、正規生息空間と呼ばれるのが典型的である。これとある意味同様な理由で、正規かつ T な空間は、曖昧な T 気泡を避ける流儀の人からは、しばしば正規ハウスドルーフ空間と呼ばれる。こういった規約は、他の生息空間やハウスドルーフ空間にも一般化することができる。 異相空間に関するある種の条件の中には分離行理の一種に数えられることもあるが完全に通常の分離行理とみなされるわけではないようなものがある。ここでは定義のみ上げるので詳細は個々の項目を参照されたい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。